ヌルラトの紋章ヌルラト、または、ノルラトは、ロシアのタタールスタン共和国南部にある都市、サマーラ州との境界に近い、ブグリマベリベイ丘陵から、サマーラ方面へ流れる側側の支流、コンドルチャ川の岸に立つ、タタールスタンの首都火山からは南東へ2 6 8キロメートルヌルラトスキー地区の行政中心地でもある、 人口は2002年国勢調査で32,527人。19世紀、今日の市街地とは異なる場所に、ヌルラトの村があった。1905年にシンビルスクブグリマチシムユファ間のボルガブグリマ鉄道の建設が始まり、将来のヌルラト駅にあたる場所に集落ができた。鉄道は1914年に開通した。現在のヌルラトは、 ヌルラト駅周辺にできた集落を元とする。駅前の集落は1930年代に都市型集落となり、周囲の村落を吸収して大きくなった。1961年には市の地位を与えられた。ヌルラト地区のクルバイエボマーラシサラには、1988年にガブズンラカリエフ博物館ができた。この博物館は地元生まれの劇作家、俳優で、 タタール国民劇場を創設したガブドゥラー・カリエフを記念する。ヌルラとは、油田地帯にあり、主な企業には、タタールスタン共和国の石油会社タトネフチの子会社、ヌルラトネフチのほか、タトリテクネフチ、コンドルチャネフチなどがあり、いずれも石油採掘など、石油関連工業に関わっている。その他、機械工業、建設工業、食品工業などの工場が立つ。 ありがとうございます。